ロリタ、はい、ありがとうございます。絶対勝つぞー、えいえい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、お願いします。お願いします。ありがとうございます。これもすごい美味しいです。そう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 。掲示してますので、こういった例とかを参考にしながら、まあ、選手入場した後、あの勝利後、あの選手がこうフィールド上回ってくる方がいいと思います。一本でも大丈夫です。うめうめ、ありがとう。何色にしたらいいですか。いや、もうとにかく買ってほしいです。昇格してほしいです。今日はまあ勝てば何でもいいです、ね、もうとにかく内容はいいんで、結果だけもう買ってくれればそれで問題ないです。D 賞、D 賞です。お、はい、どうぞ。ありがとうございます。おー、おめでとうございます。ラスト出ました。はい、ですね、これがこの間の AC 長野戦のスタメンの選手の誰かのサインが入ってるんで、まだ開けて見てみてください。おめでとうございました。伊藤源太、源太頑張ってね。でもさ、誰も他に来られてくれてない。応募しました。上原さんのが最高でした。結婚してましたっていうところが上さんらしく、簡単に上原さんらしくて最高。楽しく見れたらいいと思ってるので、いつもそういう試合だったらいいな、うん、ね、うん、今日はとりあえず勝ち点3をいただいて、すっと上に上がれるような試合を祈ってます。いや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 、ちょっと出して触ってみたら、こうやってこれ入るかな、これ、これどうすか、もうちょっと入れる、3回目これができたら次に、うん、すごい、ちょっとお水出そうかな、すごすぎや。千葉カンタです。勝ってほしいです。 SC 周り頑張れ。コラボメニュー4つ、はい、コラボ4入りました。はい、お待たせしました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。お待ちのお客様どうぞ。坂野選手の好物であるトマト、ナス、
キノコ、シシトウなどをふんだんに使ったラタトゥイユを、あの当店だしの店なので、洋風のだしと、和風のカツオ昆布などを使って煮込んだものを通常販売しております。ローストビーフ丼の上に乗せて提供しております。あ、印象非常に爽やかな男前な方でして、完食していただきました。坂野選手にも出場していただいて点を取って、ローストビーフ丼コラボメニュー、気になるような試合をしていただけたらと思います。頑張れ FC。 昨日7時前に新青森を出てきて、今治に着いたのが17時頃。いやー羨ましいな、屋根大きいし、なんか雰囲気がいいな。でこれからまだなんかカテゴリーが上がっていくにつれてなんかまだ大きくなっていくって言ってるから、すごい賢いなっていう印象ですね。まずは八戸が絶対に勝つってことで、お互い昇格に向けて頑張ってる中負けられないと思うんですけど、そこは絶対に譲れないところです。なんか頑張ってるから応援してやるよって、コンサートやるよって言って、はい、今日コンサートやっていただきました。そして終わってここへ来ていただいて、まあ素晴らしいコンサートでね、もう感動して、試合前にこんな感動してやばいなと思ってるんですよ。ありがとうございます。それで岡田さんが日本チームの監督になって、それで僕がサッカー協会から応援歌を作ってくれという話がありまして、それでニューヨークまで飛んで、日本の応援を作ったんですよ。ところがね、たった1回国立で小さく流されただけでたった1回、国立で小さく流されたんです小さく遠くの方で。じゃあ今日はちょっと大きく、で僕はもう悔しい思いなんで、せっかく岡さんとこうやって話ができるんで、皆さんにちゃんとした音でね、僕の作った日本の応援歌、これサッカーどこのチーム関係ないですから。
これいいわ。今からでも東海で使わせます。初めてですよね、今回今治。初めてです、はい、だから隣の松山は毎年のように来てるんですけど。ああ、そうですか。ライバルがいるんですよ。これからご縁が増えて、今治でも今日のホール良かったじゃないですか。今日のホール良かったですか、はい、あそこで大変だったですよね。あそこでコンサートまたやりたいです。いや、素晴らしかったです、本当。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ、うちの試合もぜひ、はい、応援に来てください。また来て皆さんにお会いしたいですね。ぜひうちのユニオンも今度コンサートで来ていただければ、はい、はい、今日はありがとうございます。どうもありがとうございました。どうも。せーの、チーム会なんて。まずは FC 今治にゴールキーパー三瀬ゴールアップに登場してきました。さあ、ウェルカムグータッチチーム会なんて。さあ、FC 今治に全選手が出てきます。そう、本ゲームはみんなの力で攻めて守って戦って、絶対に勝つ8点差。さあ、今日のゲームの応援よろしくお願いします。次進め、理解させようね。 We are FC 今治。大きなセナンデス、ディフェンダー桜内渚、ディフェンダー一山、J3 での通算対戦成績は今治の4勝1分け2敗。今シーズン1回目の対戦は5月4日の第9節八戸ホームでありました。ルーズボール、ボックスに入る、ヘッドでのすり合い、荒い枠の右でした。両手でキャッチしました。が一旦頭で当てますが、今度はマルクス・ビニシウスがボールを持って前へ、左足シュート。
ポストの右でした。少し前が開いた帝が右に流して桜内クロスを入れる。坂野、近藤がいた。ステップを踏んで右足シュート、さらに流し込んだ。後から桜内中央へのボール流れました。近藤が右足シュート、その後に左足で押し込みました。カットインしながらのシュート、少し力なかったんですが、山田を背負いながら新井が左足思い切って振り抜いていきました。今治ベンチが沸きます。シュート、低い弾道でした。ここに山田、近藤が開いている。坂野が前に出る。帝も入ってきた。後ろからマルクス・ビニシウス、後ろから来た。マルクス・ビニシウス、ヘディングゴールで2点目。左サイド近藤、ゴール前には3人、ファーサイドから突っ込んできました。マルクス・ビニシウス、相手選手を上回るような高い打点でした。アラウジョが前に出た。ボックス内、右に預ける。坂野、マルクス・ビニシウスから右のスペース、ビニシウス・アラウジョが前を向く。スペースに出した。
坂野、それからマルクス・ビニシウス、坂野が決めるか、弾いた、マルクス・ビニシウス、左足、巻いてきた、パッチング、ナイスキーパー、今治のコーナーキックに変わります、このビッグチャンス、坂野、ただその前に谷口が立ちはだかりました。ここでもう、あ、その前にヘディングでクリアですね。今日の試合は来てくれるお客さんのためにまあ勝利しようということで選手には伝えて、やっぱ前半のところで点が動いたことで、あのゲームもうまく進められたのかなっていうふうに思います。まあ追加点のところも取れたんですけど、もう3点目っていうところは やはり前節同様、あの決めきれるところで決めれなかったっていうところが本当に課題なので、まあまた明日からのトレーニング含めてやっていきたいなと思います。まあ本当に立ち上がりからチームみんなで前っていう意識はありましたし、そんな中でしっかりと先制点取って、追加点も取れて、ゼロで終われたっていう、終われて勝てたっていうのはすごい大きいかなと思います。まああれは本当トラ君が、まあ、いいとこに打ってくれたというか、まあ、自分は本当コース変えるだけだったんで、まあでも本当点取れてなかったんで、まあ本当にとりあえず1点取れて良かったと思いますし、でもこれを続けて、継続していきたいなと思います。
本当にこの勝利で満足している選手は誰もいないと思いますし、本当一戦一戦、全部勝つつもりで、つもりというか勝つ気持ちで、まず次の試合、しっかり勝てるようにまたいい準備して、頑張りたいなと思います。前半から自分たちのサッカーができて、縦に行くとこは行って、揺さぶるとこは揺さぶってっていうサッカーができて、後半はしっかり、守りきることができて、いい試合ができた、んじゃないかなと思います。1点目は、自分が持ち込んで、シュートだったんですけどうまく当たらず、けどそこに光がいてくれたんで、光が決めてくれてよかったと思います。2点目は、もう、展開してきた時にもう、ディフェンスをかわしてシュートかクロスっていうのは意識できてたので、今回は、クロスにしてビニが合わせてくれてよかったと思います。そうですね、まだ、チームとして3連勝が多分できていないと思うので、次勝ってしっかり3連勝して、このまま勢いよく、J2 を目指すために、やっていきたいと思います。